はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーピクセルリマスター第5回グルグ火山から、やっていきたいと思います。とりあえず突入して、で、地下1階は特に何もないんで突っ走って、先制攻撃だから、まあ明治は気にせずやっていこう。お、一発杖で、2階の上にある宝箱取って、階段が普通に左側にあるんで、まあ、そっちに行けばいいかな。文句はね、ちょっと素手にするのが多分遅すぎたと思う。あの攻撃力がヌンチャク外すと下がっちゃうからどうかなって思ったんですけど、あのヒット回数が高いんで、素手多分軽いからだよね。まあ、何も持ってないからそりゃ軽いんだけどさ、軽い方がヒット回数が出るんで、攻撃力が多少低かったとしてもヒット回数でトータル攻撃力は稼げるんで、多分そっちの方が良かったね。割と早めにヌンチャクとかはもう外しちゃっていいんじゃないかなと思います。で、少しヒットポイントを確認するけど、まあまだ大丈夫だな。こいつ結構微妙なんだよね。早い、なんか即死攻撃してくるので、死ぬ。ヒットポイント自体は低いから、睨み大丈夫か。まあ、死ぬとハイポーション2つくらい使わないと回復しないんで、そこがちょっと辛いところでもある。ラバーウォームは1体だったら消え逃げてったんだけど、何のために出てきたんだ。で、右下に階段があるね。このさ、ミニマップすげえ役立つんだけど、先が見えるからもう行き止まりとかが見やすい。右下とかね、何もないことが分かるから、ま、今風にちょっと改良されている。で、メイジは先にやっぱり倒す。魔法を使ってくるキャラクター危険だよね。150くらい減ったらちょうどハイポーションで回復できる量なんで、回復していきますか。地下4階宝箱、待って、チーフじゃなくてメイジ。うわ、来た、ブリザラ。先手を取られたか。そこまで魔力が高くないからダメージは通らないかな。リッチとか何使われたっけ。超強かったよね。ナンバー2、力と体力 OK。 ちょっと1回ずつハイポーション使いますか。てか赤魔術師もさ、魔法使っていくとか言って全然使ってねえし。出た、モンスターシステム、ラバーウォーム。てかもう戦うで全然十分なんだよね。ナンバー4、攻撃力というか何も上がってねえ。金の針、金の針の宝が多いな。ファイアリザード、まあ、ヒットポイントはそこそこか。ナンバー3、素早さと体力、2750ギル。宝箱から手に入れられるギルめちゃくちゃ重要だよね。結構ある。レッドドラゴン、ギャー、熱い。一旦で倒したい。倒せんな、火力は高いからな、このメンバー。素早さと体力、戦士がさ、意外に体力が上がってってるんだよね。で、宝箱、1760ギル。どっち行く、右下か左か。右、ファイヤーギガース。だんだん熱いキャラが出てきたな。そしてまた部屋、なんかいる。離さないとダメだ、いけない。ラバーウォーム、しかも先制攻撃、意味がわからん。なんで
目の前にしてさ、話しかけてさ、先制攻撃できんの？金。また分かれてんね。下。下に降りる階段か。どうしようかな。探索している余裕もないじゃないけど、武器とかの取り逃しがあると微妙なんだよね。よし、探索しよう。扉、バイオキガスが2体杖、文句、ギャー121、こいつの攻撃も強い。文句はどうしてもね、防御力が低くなっちゃうんで、火力は高いけど防御が低い。それはしょうがないよね。だからポーションいらねえ。2000、コテージ、うん、まあまあ別にって感じだな。ちょっと左の方も見たいな。ここ宝箱が割とあるから。ヘルハウンド一発一発、まあ、レベルも上がっていくしね。戦ってればミノタウロス3体、200で倒せるか。398、今クリティカル出たか。おお、いっぱいある。来てよかった。毒消しはいらん。出たモンスター、大したことないから。モンスターラバーオームだし、ちょっと防御力が高いだけで一ターンで倒せるからね。7340、これどうやって決められてんだろう。2発ザコ、おお、来てよかった。炎の盾、アイスブランド、マジか。ここはマジで寄ってよかった。今グレートソードからアイスブランド、え、めちゃ強くなるんだけど。攻撃力41、命中率も上がるし、これはマジでいいもの手に入れた。で、炎の盾も防御力が上がる。で、赤魔術師はね、大してやっぱり装備できないからな、盾が。ちょっとまたハイポーション使うか。よしよしよし、いや寄ってよかった。230、ちょっと待って、一つも関係してくるからね。で、下の方に階段があったはずなんで、いいね、300近くいくね。ボスに着く前にもう1レベルくらい上がってほしいけど、どうだろう。あれ、ここにも扉がある。行ったっけ。行ってない。モンスター、もはや驚かない。ファイアリザード、アイスブランドが効くか。出番はなかった。杖、今更ファイアリザード239、ちょっとわかんねえ。あんまりアイスって感じがしないな。1250ギリ、下へ行こう。5回、ちょっと待って、いや、めっちゃ広がってんな。ちょっと迷ってたらレッドドラゴンが出た。炎2回使われるとやっぱ厳しいからね。アイスブランドとかなんか霊気属性は入ってないのかな。 FF1 だし。ナンバー2、ステータスが上がらない。このまま上の扉に行ってみよう。なんもねー。文句が全然上がんなくなってきた。どこだこれ。一人一冊で強い、マジで強い。文句、リッチの時もさ、素手の方が良かったかな。でもあいつスロー使ってくるしね。え、どうやっていこう。ちょっと待って、メイジはさすがに厄介だから先手で倒したいけど、攻撃をしてきてくれてる。まあ言うてもね、
レッドドラゴンの炎ほどは食らわないし。右一回行くか。アーチ。レッドドラゴン。早い。くそ。ハイポーションを一個ずつ使うから。宝箱。ポーション。ファイヤー。もう一個一個当たっていくしかない。右。ん？広いけど。なんもないか。8ヒット出るからね、めちゃくちゃヒットするよね。あ、宝箱あった。ポーションとか。ファイアリザードボコス。なんかリッチ前あたりが一番きつかった気がする。今もう火力高くて瞬殺できる。ブリザラとか怖くない。回復はするけどね、終わったら。あとはクラスチェンジすればさらに強くなるか。あのステータスが強くなるかどうかよく分かんない。戦士がナイトになって魔法が使えるようになるんだよね、白魔法が。レベル3くらいまで使えた気がするから、一応回復もこなせるようにはなる。で、入れてないけど、シーフが忍者になって、忍者は黒魔法が使えるようになる。まあ、黒魔法って言っても、基本的にはストライとかヘイストを持たせておけばいいんで。これ下は行き止まりだよね、地図を見る限り。え、あ、扉があるか。え、扉はわかんないな。あ、こんなとこに。レッドドラゴン。一応回復はしよう。で、マジックパワー全く使ってない感じ。戦士が若干全開じゃないけど、まあ問題はないでしょう。中断はしておく。セーブ。土のカオスを倒し、このマリリスの眠りを妨げたのはお前たちか。燃え盛る火の力は私のもの。邪魔をする者は地獄の豪華で焼き尽くしてくれよ。さて、どれだけ攻撃が通るか。ストライク。早い、いいね。57。あー、やっぱり強いは強い。100か、魔力高えな。20 99。やっぱりちょっと戦士頼みだな。ヘイストを1回かけておきたいんで。で、ハイポーション、まあ、赤魔術師の毒ヒット98。まだいける。10ヒット603。超強え。どうしよう、ブリザガ使う。ブリザガ、あれ、ブリザガは覚えてないんだっけ。ブリザラしか覚えてないか。いや、ちょっとやってみよう。で、この2人はもうハイポーション役。一旦回復の回復。ブリザラ63。まあ、そんなに強くないな。ホールド、マジか。厄介だな。ちょっとストライで攻撃力を上げよう。74。今クリティカルでダークネス。
83。まあまあまあ、まずはちょっと攻撃力アップで、でどうだろう、グラサンしてるけどダメージ通るかな。149普通通るわ。クリティカルだったからか。175まだいけんな。壁になってもらう。プロテスいいんじゃね。いや無駄だな、回復しよう。ケアルアでいいや。よしよしよし。いやだいぶ火力が高くなってるからリッチほどは苦戦しなかったね。2400。相変わらず経験値大して持ってねえな。これはさ、自分たちで持ってたクリスタルはどう、何なの？これどうしてんの？火の力が湧き出るところ。帰ろ。で、町へ戻るか。クレッセントレイク、とりあえず情報が欲しい。じいさんたちのとこ行くか。ルカーンに話しかけよう。全く役立たずだったルカーン。マジで役立たねえわ。え？どこだ？いや、わかんねえ。とりあえずカヌー、このままカヌーでなんかどっかに行く気がするんだよな。と話聞いてみよう、いろんな人に。浮遊石を10年追い求めている。北にある洞窟が怪しい。あ、これだ。北へ行ってみよう。まず寝る。アイテムの補充は大丈夫でしょう。全然余裕だし。じゃあ北の洞窟へ旅立ちましょう。ここの洞窟だな。来るのに結構苦労したから、ちょっとテント張ろう。え？少し回復？ヒットポイント。寝袋とテントってマジックパワーが違うだけか。寝袋でいいや。ケチってこう。よし入ってこう。地下1階、別に滑るってことはない。レイス・スペクター。レイスは出てきてなかったっけ。スペクターは初めてかな。めっちゃ強い。レベルアップ。よし力が上がった。ディスコディーモン。もうお前らは過去の異物だ。ザコが。ここに今左階段があったよね。下へ行くべきか。ちょっとこっちを覗きつつ、なんか行き止まりっぽかったけどね。今となっては枯渇率状態以上の石化の方が怖い。早いし。金の針。うん、ない。降りよう。地下2階。どっちだ。下。スペクター。早いな。逃げてった。氷の洞窟だけどアイスブランドとか。まあ大丈夫っしょ。そんな細かい設定はないからね。一番下のやつすぐ逃げんな。何、また階段だけども。いや行っちゃおう。で上行って地下2階。スペクター4。
めっちゃ先手取られんな。で扉があって、赤魔術師もそれなりに食らうね、ダメージは。回復しておこう。え、ちょっと待って、これさ絶対なんか怪しいよね。宝箱先に回収しよう。アイスギガース、ウィンターウルフ、初めてのやつらだ。アイスブランド普通に通る、関係ないな。攻撃力と命中率が全てだ。ダークウィザード、センス、モンスターか。けやべ、おいおいおい怖え、ファイが連発されてる。もう一発来たら怖いな。危ね、押し切るか。ここで全体回復がないっていうのがね、なかなか痛いよね。120、おパワーが少ない代わりに防御力が高い。一体残るけど、ファイが一発なら耐えられる。消えよ。服とかゴミすぎる。ちょっと戦車もう一回使っとこう。いやー、こいつももう一回使うか。ポーションなんかちょいちょい手に入れたから、それで回復もしていくか。スペクター。で、この宝箱回収して、フレイムソード、どっちが強いの。アイスブランド、フレイムソード、なんでなんで下がんの。新しい方が一応赤魔術師は装備できるから、フレームソードにしよう。じゃあそういうことね。でここ落ちた、なんかいるんだよ。どけ、邪魔だ。超いっぱい出てきた。ファイガー使おう。久々の魔法、ここボスいんのかな。まあいいや、どうせエーテルいっぱいあるし、ファイが連発しよう。倒せなかったら倒せなかったらしょうがねえ。こいつはよく燃えそうだ。よく燃えた。でなんか変なとこに出てきたな。左宝箱あったよね。これは何、氷のトゲの上を歩いているのか。ホワイトドラゴン、これは攻撃ででしょ。フレーム強え。いきなり赤魔術師が強くなったんだけど。アイスアーマー装備しよう。鉄の鎧だったのか。防御力と回避率両方上がんねえ。よし、いいね、優秀だ。鉄は重そうだからな。ミスリルのコテ、ミスリルのコテって別にだよな、重すぎて装備できない。赤魔術師なんだ、どうだ、微妙に重いのが装備できるっていう。ウィンターウルフ個体か。いや、攻撃でいこう。逃げられんよ、逃がしません。燃えよ。よし、来た。で、上に登る階段があるね。扉があるわけではないけど、左をちょっと見てみるか。なんだこれ、イモムシの強化版か。この上はなんもねえ。ってことはおとなしく階段に行った方がいいか。スペクター、最近先制攻撃されんな。一ターンで倒す。ちょっとハイポーション使おう。で下行っての、この下が気になるけど何もなさそうだね。
レモラーズ。で、上に登って扉があって宝があってエーテルとかもう持てねえんじゃね。早いな、コカトリス早い。あの浮遊石があったところって地下何階だったっけ。宝箱ある。こっちから行けないから下だ。1、10、100、1000、1万切るとか。最近金使ってないからめちゃくちゃ金ありそうだけどね。レッドドラゴンのアイスバージョンか。売るもんもいっぱいあるし。で、扉があるからちょっと扉は見よう。スペクター1体瞬殺。9500、勝手すげえな。寝袋、アイスシールド、アイス系が、え、ちょっと待って、炎の盾、アイスシールド、変わらん、赤魔術師、そうできねえ。これ落ちるとどこ行く、ちょっと気になるけどな。一回押してみよう。ビンゴ、敵が出てきた。ダークウィザード、このまま倒す。はい、今の俺なら耐えられる。あ、やっぱりでもナンバーワンそんなに減らなかったよね。アイス系装備してるからか。で、一応回復しとこう。なんか敵が出るかもしんない。出てきた、イビルアイ。しかも先制攻撃とか、もうそのままでいいでしょう。一ターンで倒してた。一ターンどころか一発だった。レベル上げの糧になってくれ。浮遊石でさ、これ歩いて帰んの？めんどくさ。またお前いんのか。しかもあれ、さっきの階段のとこで一瞬で出てきたんだけど。じゃあちょっともう一回街へ戻りますか。クレッセントレイク、とりあえず次どこへ行けばいいのか教えてくれっかな。いや教えてくんない。いや、どこへ行けばいいのかは分かってんだけど、誰が教えてくれんだっけ。まあいい、情報など俺の知識の中にある。なんだっけ、リュカオーンの砂漠だっけ、ここ。浮遊石、飛空艇、手に入れたって勝手にパクっていくのか。まあいいや、誰も見つけられなかった飛空艇だ、俺がもらっていくって。邪魔だ、でかいムカデめ。というところで、飛空艇を手に入れましたので、これで世界は我が物だ、どこにでも行ける。で、まずは、ちょっとクラスチェンジをしたいので、クラスチェンジができるところに行きたいと思います。海超綺麗だよね、表現がすごい。というわけで、次回はじゃあそこからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。降りられん。